戦争と女性の人権博物館は、大韓民国ソウル特別市朝浦楽城山道にある、日本軍慰安婦をテーマにした、私立博物館。2012年5月5日、日本軍慰安婦被害者を、記憶追母し、平和のメッセージを知らせるための場所として開館した。日本軍制奴隷性問題解決のための正義、記憶連帯、正義連が運営し正義連の事務室も兼ねている。 建築費は20億本。住宅街の一戸建てを購入し改築した。建築には10年間の市民募金が充てられている。当初はソウル市の支援により西大門独立公園に建てる予定だったが、巡国先列に対する名誉毀損と主張した幸福会などの反対により現在の場所に変更した。建物に使用されている4万5千枚の黒レンガは、 被害者と寄付者が積んだもので平和へのメッセージを意味している。この博物館の建設は、ワイズ建築によるもので、2012年のソウル建築文化祭でソウル市建築賞の最優秀賞を受賞した。元慰安婦が日本軍から被害を受けたことを示す資料、写真などが展示されており、ソウルの日本大使館前に設置された平和の像と同じ像も展示されている。 会館から間もなくの6月18日、葛飾区議会議員の鈴木信之が施設を訪れ、日本と韓国で領土問題となっている竹島と慰安婦問題を関連づけて抗議したが、博物館の女性職員がその手法に異議を唱えた。そのため鈴木は、博物館前に、竹島は日本固有の領土と書かれた、竹島の日と称する木星の杭を設置し、抗議の意思を表した。 ありがとうございます。